どうも皆さんこんにちは。憲法シリーズ、今日は私が話をいたします。今日は、日本国憲法改正草案を中心に憲法改正について話をしたいというふうに思っています。去年の4月27日、平成24年に、西暦で言えば2012年4月27日、自民党が日本国憲法改正草案を発表しました。96条改正手続きの手続きから変えると安倍総理は言っておりますけれど、どういう憲法を目指しているのかっていうのがこれに明らかだと思います。そして憲法全文を全面的に変えるというものですが、この何が問題かというと、私は憲法は国民が国を縛るものであるのに、この自民党憲法改正草案は国が国民を縛るものになっていることが最大の問題だと考えています。人に一言マグナカルタ、女王に対して貴族たちが勝手に課税をするなと言ったのが憲法の発祥と言われています。例えば日本国憲法21条でも表現の自由を守るとかですね、それから例えば思想良心の自由、信教の自由、憲法の基本的人権に関して基本的に国がそれを制限するな、侵害するな、表現の自由を規制するような法律を作るなというのがそうですけれども、そもそも基本的人権というのは国が侵害をするな、勝手に侵害するなというものです。つまり国家権力、国、政府は勝手に何でもやってしまう傾向があるので、しっかり基本的人権を守れというのを、侵害するなというのを国民が国に課すというものです。そもそも基本的人権を尊重するために三権分立、権力分立やさまざまな制度を作りました。ですから統治機構における三権分立をはじめ、そういうものは基本的人権をいかにして守るのか、基本的人権を侵害しないために立法と行政と司法と分けて、そして基本的人権を守るために国民が国に対して縛るものであると、勝手にやるなというのが憲法です。ところがこの自民党の日本国憲法改正草案は、これは国家が国民を縛るものです。ですから国民が国家権力を縛るものだったのが180度変わって、国家が国民に対して命令をする、国が国民に対して縛る、そういう中身に180度変わっているのがこの日本国憲法改正草案です。ですから立憲主義がない、あるいは立憲主義が極めて後退をしてしまった、国民に説教たれたれ憲法、国民にこういう義務を課す、責任を課すというところが本当に問題です。たくさんの責任、日本国民は尊重しなければならない、守らなければならないというものがたくさんあります。で、例えばですね、国民の責務、これが12条なんですが、これが新たに入ります。で、これは基本的国民の責務として、これは基本的人権の共有があるんですが、その次にあるのは自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない、公益及び公の秩序に反してはならないというふうになっています。つまり国民は公益及び公の秩序に従う責務が出てくるわけです。しかしどうでしょうか、公益って何でしょうか、公の秩序って何でしょうか。ものすごく広範囲ですよね。この公益とは何ぞや、かつて国益という名のもとに原子力政策が推進をされました。これだって公益と言えなくもなかったわけですね。かつては公益って一体誰が判断をするのか、公益及び公の秩序に反してはならない、従う責任があるとなれば、巨大なダム建設やいろんな公共事業に反することは公益に反することというふうになりかねません。また公の秩序って何なんでしょうか、これもよくわからない、安寧秩序だったり、これ治安維持法ではないけれども、公共の秩序を守るために基本的人権を大きく制限するということもあり得るわけです。
ですからこれが反してはならないというふうになっています。また例えば21条、表現の自由なんです。これは表現の自由ってとっても大事ですよね。すべての人が表現の自由を持っている。これは現行は21条、集会結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。まあ、当然といえば当然、表現の自由や出版の自由が制限されたらたまりません。国の指針によってこれ制限されたら困るわけです。しかしここで2項を入れているのが自民党新憲法案です。全項の規定に関わらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められない。結社の自由が制限をされているわけです。とするとですね、でもこれまた結社の自由が制限されるのだけれども、これって何なんだろうか。つまり公益及び公の秩序に反しては、反する結社の自由ってダメだって書いてあるわけですが、公益とは何ぞや、そして公とは何ぞやというふうになって、結社の自由も制限されます。で、先ほど12条、国民の責務って言いましたが、その次の13条、私はこれ非常に大事な、すべて国民は個人として尊重される、生命自由及び追求に関する、対する国民の権利は、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。つまり有名な憲法13条、個人の尊重と幸福追求権が書かれている条文なんですね。しかし、これがですね、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で最大限に尊重されなければならないってなってるんですね。ここでも出てきているのが、公益及び公の秩序に反しない限り立法その他の国政の上で尊重される。つまりこれから国民は公益及び公の秩序に反してはならない、公益及び公の秩序を守る責任がある、そして公益及び公の秩序に反する立法法っていうのはできなくなるわけですね。つまり今後公益及び公の秩序を理由に基本的人権を様々な形で制限する立法が可能だということです。さっきも紹介した21条の結社の自由もそうですが、公益及び公の秩序に反する結社は許さない、そんな法律がいろいろできてですね、結社の自由、 NGO やいろんな政治団体、いろんな活動が制限を受けるということが起きるわけです。ですから私はこれが一番、実は自民党の日本国憲法改正草案の最大の問題であり、一番ダメなところだと思っています。皆さんどうでしょうか。公益及び公の秩序によって基本的人権が制限される、公益及び公の秩序に国民は反してはならない、ですからちょっと繰り返しますが、公益及び公の秩序を理由にしたさまざまな基本的人権を制限する立法がこの憲法によって可能になるっていうことです。最終的には基本的人権がなくなってしまうんじゃないでしょうか。大日本帝国憲法にも権利の規定がありました。しかし法律の定めるところにより、法律の留保があったんですね。法律によって、いくらでもその権利を制限できる。だから治安維持法や国家総動員法やさまざまな治安立法がたくさんできて、権利は最後は木の葉のように儚いものとなってしまいました。本当に権利が保障されない、出版もダメ、表現もダメ、デモというかいろんな政治結社も弁士中止ですかっていう、よく映画などで出てきますが、ダメよっていうことになっちゃったわけですね。これは大変なことだと思います。公益及び公の秩序というわけのわからない極めて広範囲な概念で基本的人権を制限させてはなりません。この憲法改悪が本当に問題だと思っています。それからやはりこの基本的人権の制限と、それからもう一つ次になるのが憲法9条の改正です。
これは自衛隊を国防軍にすることだけではありません。個別的自衛権は今認められていると言われていますが、集団的自衛権の行使も認める。これは日本が外国で戦争ができるということです。イラク戦争10周年を今回迎えました。もしこの時憲法9条が改正をされていたら、あのイラク戦争の時に日本は大量破壊兵器があるかないかの調査もせずに、アメリカがイラクへ戦争すると決めた時にすぐさま支持表明をしました。でも大量破壊兵器はなかったんです。これは様々な国がアメリカ、イギリス、オランダなどが調査をし、あのパウエルさんですら誤った戦争だったと言いました。でもあの時憲法9条がすでにもし改正されていたら、アメリカが望むように日本はイラクに出兵し共に戦争をしていたと思います。憲法9条なんて無力だ、紙の上のことだけだという人がいます。私はそうは思いません。憲法9条には効用があります。政府を縛っています。海外でアメリカと共に世界で戦争をしたいと政府が思ってもそれができないんです。これが大事なことだと思います。だからあの時小泉首相も非戦闘地域武力行使はしないということでイラク特措法を作って自衛隊を出しましたが、戦闘行為は行いませんでした。もし憲法9条がなかったら、あのイラクで例えばファルージャでイギリス軍は米軍と共に戦ったと言われています。日本の自衛隊、いやその時は国防軍がイラクの人たちを村民を殺していたということもあり得たというふうに思っています。私は戦後てか第二次世界大戦を経て、日本がうちの子もよその子も戦争には出さない、世界で戦争をしないと決めたことは本当にかけがえのないことだと思っています。私の父は特攻隊の生き残りです。父が命拾いをし死ななくて本当に良かった、そう思っています。父が亡くなっていたら戦後結婚をして姉と私が生まれるなんていうこともなかったわけですから、若い人だけではもちろんないけれども、戦争によって本当に若い人や職のない人やいろんな人たちが戦争に行って戦闘行為をしなければならない、その戦争が正しいのか正しくないのか、でも国の考えで若い人たちを戦場へ送り戦闘行為をさせ、そこの国の人たちを殺させてしまう、そんなことには反対です。私は戦後の日本を捨てたもんじゃないと思ってるんですね。非核三原則、武器輸出三原則、そして世界で戦争をしない、憲法9条の効用です。憲法9条があるために政府は戦争ができない。日本国憲法の前文にこうあります。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定するというものです。また政府が愚かにも戦争をするっていうことが起きないように、主権者である国民はしっかりしなさいというものです。政府の行為を縛る、これは大事ではないでしょうか。ところで憲法9条は集団的自衛権の行使、日本政府が海外で戦争することについて国会の事前承認を求めていません。承認としかありませんから事後承認でもいいんですね。そうすると何ら民主主義の手続きを経ずして、これは、まあ、憲法9条が、許容しているということで、戦闘行為ができるということにもなります。国会の事前承認は必要ありません。また9条で戦闘行為だけではないんですね。これは公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができるというふうにしています。ですからこれはデモの警備にも使われるのではないか、つまり今までデモパレードには警察が管理し軍隊は出てきませんでした。しかしここに軍隊が出てくる余地も憲法上はあるというふうに思います。
また秘密の保持に関する事項は法律で定めると4項にありますから、秘密保全法もできるわけです。国家のいろんな情報が本当に外交防衛などについて出てこないということもあります。また自民党の日本国憲法改正草案5項は審判所を置くというふうにしています。これはいわゆる軍法会議なんですね。でこの軍法会議は秘密会議になるんじゃないでしょうか。また自民党憲法 Q&A によっても、これは裁判官、検察官、弁護人は軍人になるとしています。そうすると全部軍人でやるわけです。そして迅速にやることになりますね。そうすると本当にいろんな外交上、国防、軍事上、いろんな国民にとって必要なこと、知るべきことが本当に情報として出てこないということが起きるわけです。これについては最高裁に、というかあるいは上訴、裁判所へ上訴する権利というのは保障されているんですが、これはですね、もしある軍人が犯罪を犯した、でも裁判官、検察官、弁護人が軍人なわけですから、例えば刑が軽くなるということもあるわけです。結局誰も上訴しないということもあるわけですし、いろんなことが、要するに軍法会議という、実は今の最高裁、高裁、地方裁判所とある中から外れたところに軍法会議ができる。この軍法会議は上訴ができるってなってるけれども、上訴を被告人である軍人や、当局である、検察官、検察官などがやらなければ上訴ということはないわけです。つまり軍法会議の中で、軍の完結した中で裁かれるということで、情報が本当に出てこない、あるいは軍人同士で非常にかばってしまうということも起きるわけです。今米兵の強姦事件やいろんなことに関しても非常におかしいという意見が出てきますが、軍法会議、これも私は重要なことが本当に出てこないというふうになるというふうに思っています。また軍法会議でいろんな人たちが裁かれるということも、これは国防軍に属する軍人、その他の公務員がってなってますから、もしかしたら秘密保全法に違反したとされる公務員がこの軍法会議で裁かれるということもあるかもしれません。まさに、普通裁判所のに最終的には上訴できるとなってるけれども、基本的には 属さない別の軍法会議を作ることも大変問題があると考えています。かように実は、軍隊というものを作り、軍隊があることを前提にいろんな制度を作ります。ある石原慎太郎さん、橋本徹さんは徴兵制にまでかつて言及をされました。これについて奴隷的拘束をされないという条文があるんですが、この奴隷的拘束っていうのも今回条文で自民党は省いています。これは徴兵制との関係で省いたかどうかというのはわからないんですが、一つはこの奴隷的拘束もそのことも考えてるんではないかということも言われています。ここは18条なんですが、何人もいかなる奴隷的拘束も受けない、また犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する区域に服されない。これが今の憲法です。日本国憲法はその意に反する区域に服させられないというふうにしています。でもそれがですね、その意に反した意に反する区域に服させられないというのがなくなっています。かつてこれは徴兵制との関係で議論になりました。その意に反する区域に服させられないというふうになっているのは、徴兵制はだからダメなんだという意見があったんですね。しかし、そのという意見がありました。で、これがなくなったということは、徴兵制を認める趣旨かもしれません。その点でもいろんなところにこういう問題が あるということをぜひ知ってください。政教分離の原則も非常に緩めたり、様々しております。あるいは裁判官についても任期制が10年ですが、その任期については法律によって定めるとかしています。私は裁判官の独立などもこれによって随分また揺らいでしまうんじゃないかというふうにも思っています。今日は日本国憲法改正草案の
個人と国家の関係が逆転するということと憲法9条のことを話をいたしました。